アンリ・フランソワ・アンヌ・ドルーセルは、フランスの医師、博物学者である。サン・ボメール・レ・フォルジュに生まれた。1767年に、カーン大学で学位を得た。しばらくパリで学んだ後、1773年に、カーンに戻り、死の医師を務めた。1775年に、リオンの医学校の非常勤の教員となった。天然痘の治療に興味を持ち研究した。この分野では、 エドワード・ジェンナーと並ぶ先駆的な研究をした。医学、植物学の教授、薬学の教授、博物学の教授を務めた。多くの植物学、医学にある著作を残した。1778年に、カーン科学、文芸アカデミーの会員となり、1786年からの3年間と1801年から1812年まで、カーン植物園の園長を務めた。 カーン大学の医学の教授も務めた。イラクサカから無レ連の俗名、ルッソリアに懸命されている。ルーセルは、植物の学名で命名者を示す場合に、アンリ・フランソワ・アンヌド・ルーセルを示すのに使われる。エドワード・フレール、マニュエル・ジュ・ビブリアグラフ、ノルマンド・ウディクス・ヨネア・ビブリアグラフ・クイ・ストリック、トームに、ローエン、エーレ・ブルーメント、1860。 p488 ルイス・フランソワ・ドゥ・ボイス、イーティネレア・ディスクリプテフ、イーストリック・イモニュメンタル・デ・サンク・ディパート・モンズ、カーン、シェマンセル・リー・ブレア・エディター、1828 p79 オーギュスト・セルビル、ノーティス・イーストリック・シュール、ヘンリー・フランソワ、アンデ・ルーセル、プロフィスア・デ・メドシニー・ディ、イスト・アール・ナ・チャール・ア・カーン、ダン・レ・ペイズ・バス・ノル・マンド、エノ・サン、ジュイエ、ト、セプトンブラ、 1911 P176 オーギュストセルビルオーパス CIT P177 ありがとうございます。